皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の自宅教室のためのしっかり稼げるバイブルのテーマは、いい商品なだけでは売れない理由とは、というお話をしていきたいと思います。いい商品なら売れるのは当然でしょう、という話とかはねあると思うんですけど、ここで言ういいっていう言葉のニュアンスだけちょっとお伝えしていきますね。いいというのは主にスペックに重視されるような部分で、マーケティング用語っていうね、その用語で言うとプロダクトアウト型っていう、そのどういうものがあってこういうことができるよみたいな、そっち重視になってるようなタイプでの商品開発、プロダクトアウト、製品とかの方からアプローチするようなね、形のいい商品っていうのがあった時には、スペック勝負になっていきますので、この事象を見た経験値っていうのが、私の中で、持ってるのがね、携帯電話だったんですね。携帯電話、アップルに私も途中で切り替えてるんですけども、Android とかをずっと使ってたんですよね。で、機種変更するたびにどんどんマニュアルが厚くなってるんですよ。これぐらいだったのに、これぐらいだって、これぐらい、もう私ちょっとね、女の人には珍しくてですね、マニュアルを買った機種のですよ、マニュアルを全部読んでから携帯使う人だったんですよ。だから多分普通の人があまり使ってない、こういうのができたんだみたいなのを知ってるタイプの人だったんですね。調理器具とかそういうのもマニュアル読んでから使う方、使ってからっていうタイプじゃないんですよ。マニュアル一通り読んで、あ、じゃあこの機能使おうかなみたいなタイプなんで、最初新製品開けた時にまずマニュアルを読むから、一時期携帯電話がこれぐらいのやつが2冊になった時があって、会社員だった時にそれを買い替えた時に、おお今回2冊かとか思って、会社の行き帰りで2日かかりで読んだのかな。最低限の電話を取るとかメールを見るはやってましたよ、何もしないで。だけど2日ぐらいかかって往復の電車でぐーっと全部読んで、でその時に思ったのが、いやこの機能いるのかみたいな、そういうのねすごく思ってたんですよ。だからスペック競争、要はこのスペックがあるからうちはこういうあれでやってます、値段据え置きだったとしてもですよ、このスペックでうちはやってます、このスペックで、スペック競争になってた時期があって、その中にすごい衝撃だった、今でも覚えてるんですけど、今あんのかな、なんかね楽々本とかっていうのがあって、もうそういう面倒くさいものとにかくね全部省いて携帯に特化した、だから電話をかける、メールを取るぐらい、あとはだからもう省いた、すんごいボタンもでかくて液晶もでかかったのかな、なんか楽々本って、だから誰を狙ったかっていうと60歳70歳とか高齢の方で目が見えにくい、字でかい方がいい、ボタンでかい方がいい、そんなインターネットを一生懸命やるわけでもないから、もう機能は電話とメールぐらいっていうふうに超シンプルに削ぎ落として作った携帯が確かラクラク本だったと思うんですけどね、っていう、 それがそういうなんかスペック重視でわーってか、そのスペック競争の中でポンと市場に出された時に、あ、これが本当の製品の作り方だよねって、私その時どこのメーカーだったか忘れちゃいましたけどね、感動したの覚えてます。要はお客様が求めてるのは全てのスペックが欲しいんじゃなくて、自分に必要なスペックだけシンプルにあればそれでいいっていう顧客を作り出して、その人のために商品を開発するっていう、これはプロダクトアウトではなく価値創造型の商品作りになってきますので、売れますよね。そういう、だって他の余分な機能いらなくて必要最低限な機能を適正価格で表示するわけですから売れていきますよね。だからなんていうのかな、その考え方っていうのがやっぱり必要になってきてて、じゃあこれを、ね、教室の場合に置き換えると、メニューがたくさんあるのがお客様のためになるのかって思うでしょうどっかの教室だったかな、今までずっとやってたの、メニューをね100種類ぐらいからどれでも選べるようにして、でお客様からクレームが来た例ですね。クレームっていうほどすごいあれじゃないんですけど、メニューが多すぎて選べない、
だから先生がいいと思うものである程度絞って構成してもらいたい、その方が選びやすいからって、まあ、長年の生徒さんなんでしょうけどね、言われて、みんなのために良かれと思って全部解放したのにそんなこと言われると思わなかったっていう話を私聞いたことあって、ああなるほどなとか思ってて、今の現代人って情報が多すぎてですね、選ぶストレスがあるんですよ。だからウェブサイトの診断私結構やるんですけど、ウェブサイトの診断で選べるメニューが多すぎると、一個一個のメニューの特徴がものすごく分かりやすく書いてあればまだしもですけどね、大概教室の先生のサイトって読みにくいですよ。一目見てどんなコースか分かんないから、結局全部読まないとコースの内容が分からない。そして分かったけど、じゃあこれって私に向いてんのかみたいな、それが分からないから、それ考えるのがね、めんどくさくて思考が停止しちゃうんですよね。だからこれが十何種類とか100種類とか言うと、もう判別不能っていう状態。あなたはこれってね、言ってもらった方が嬉しい時代だったりするので、数と量を多くすることばかりがお客様サービスではないということがね、ちょっと今の時代の考え方になってくる。そのプロダクトアウト、商品中心ではなく、もうお客様の顧客のニーズというか、まあ求めている欲求を形化具現化するような価値創造型からの商品設計サービス設計だと売れていく。ちょっとね難しめの話なんですけど、自分の教室のサービスはプロダクトアウト型商品志向になってないかっていうのを今一度チェックするのもいいかもしれませんので、ぜひご自身で判断をしてみてください。それでは。